くしほどには長くない先の尖った木製の細い棒である。単に幼児あるいは小用児と呼ばれることもある。英語ではトゥースピックといい合成樹脂や竹など木以外の素材の製品も見られる。人類の高校衛星の痕跡は旧石器時代に遡れるが、シュメールの遺跡からは爪用児と思われる黄金製の遺物が出土している。 中国でも4000年前から商用樹が使われており、トゲ抜き、耳かきと合わせて、山頂と呼ばれていた。インドでは、古代より、ダンタカシュータと呼ばれる、ニリムの小枝で葉の清掃をする習慣があり、仏典で、釈迦が弟子たちに、高校衛生を進めたことから、仏教の伝播とともに、ダンタカシュータは、覇気と簡約されて、中国に伝わった。しかし、中国には、 ニリムがなかったため、代用として、虫歯の痛み止めの紅葉がある川柳の枝が使われるようになった。覇気は、仏教とともに、日本にも伝わり、道元は、消防現像洗面観で覇気による、高校衛生とその駆毒について説いている。覇気はその工房用紙として普及したが、今日の爪用紙の原型は、江戸時代になって、防用紙から独立する形で現れ、 小用児爪幼用と呼ばれた。明治時代まで用児は用児職人によって手作業で作られていたが、大正時代になると使い捨てできる機械加工の用児が輸入されるようになり、打撃を受けた国内の用児業者も用児の機械加工へと移行していった。爪用児は一般に長さ10センチメートル未満程度の木の棒で、先端がある程度尖らせてあるほか、末端が 滑り止めなどの凹凸になっていたり、何らかの飾りが見られるものもある。黒文字の木で作られたものが多かったため、黒文字とも言う。安価な木製では使用される白樺などの木自体が、柔らかいことや、合成樹脂製のものでも、衛生の観点もあり、使い捨てにされることが多い。ただ、洗うなどして繰り返し使用することを前提にした、高級品もあり、 造毛や金で作られたものもある。日本では、先端の反対側に装飾が施されているものが、多い。装飾は、こけしと言い,い、メーカーによって模様が違ってどこが作ったか、判別できるブランドのようなものであり、昭和30年代半ばに、鉱山の幼児職人がこけしを模してデザインした、説、日本製爪王子製造機の精度の高さをアピールする。 ためにつけられるようになったとする説もあるが、この部分を折って、箸置きのようにするためだというのは風評であって根拠はない。推測として、高度経済成長期に、経済評論家が勝手に箸置きにすることができると、いったことがありそこから広がり始めたか、ある落語家が爪楊枝の先端を折って爪楊枝置きにする動作があったことから広がり始めたとされている。高級品は、 着色や文様が入っていることもある。また、紙袋に封入されているものもある。外食産業等では、用事立てに入れて供される。日本では、丸軸の用事が一般的であるが、欧米では、丸軸の用事は、サンドイッチなどの料理を突き刺すためのカクテルピックなどに、多く、高校衛生に供される用事は、断面が、三角など、多角形の平ら用事が、 一般的である。日本の爪楊枝の長さが 60mm が主流なのに対し、欧米の楊枝は 67mm から 90mm と長い傾向があり、両端ともに尖っている両先端楊枝やビブに装飾用のリボンのついたフリルピックがなどがある。肉食が盛んなアメリカでは先端にミントの香料を塗った爪楊枝もある。用途としては、 歯の間に詰まった食べかすを取る道具としてよく用いられるが、食品に添えて口に運ぶための食器として用いられたり、あるいはばらけやすい料理をひとまとめにする際にも使われる。和菓子を供するときに菓子を切ったり口に運んだりするために用事をつけることがある。この場合は一般的な丸型の爪用事ではなく、 樹皮付きで、角型の大ぶりな用紙が用いられることが多い。この用紙は、現在においても黒文字と呼ばれ、クスノキ科の落葉低木である黒文字の枝を使うことに由来する。こちらは高級感を出す糸もあるのか、一本ずつ、紙製の鞘が付いているものもあり、使用する際に鞘から引き抜いて使う。形状的には、柔らかい和菓子を仕切る形で、 大口を開けずに一口に収まるよう切り分けることにも使われることから先端部はややヘラ状に薄くなっている場合もある大阪府河内長野市が販売や生産などを含めた取り扱い量で日本一である中国では木製の四角いものや少し平たい形状のものも用いられているが刃の間に入りにくいので日本のもののような形状に変わりつつある 韓国では1992年12月、資源の節約及び資源再活用促進に関する法律が施行、使い捨て製品の使用が禁止されたことから、飲食店などでは、トウモロコシのデンプンを原料にした食用にもできる爪楊枝が使用されている。残飯を家畜の餌にしていたが、通常の爪楊枝が家畜の胃を突き破ることもあったため、 これによって残飯に混ざっていても取り除かずに飼料として使えるようになった。また、人が調理して食べることも可能である。ベトナムでは日本の爪楊枝を1、4に縦割りしたほどの細いものが使われる。また、人の面前で使うことに対する抵抗感はほとんどなく若い女性であってもごく当たり前に使用する。イタリアでは両先の尖った。 サムライというネーミングの爪楊枝がポピュラーである。ありがとうございます。